はい、えー、今日は b l u e t o o t h ストア j p さんからご提供をいただきましたワイヤレスイヤホン 2in1Bluetooth イヤホンプラス USB カーチャージャー、えー、片耳の 5V2.1A 出力急速充電ノイズリダクション 小型軽量マイク内蔵ホワイトの開封を行っていきたいと思います。えー、画期的な商品ですね。ありそうで、えー、なかったあ片耳イヤホン型の Bluetooth のーカーチャージャーまでついた、えー、デザインも抜群のね、えー、ワイヤレスノイズキャンセリングのホワイトの Bluetooth のやつを いただきましたので早速開封していきたいと思います提供は Bluetooth ストア JP さんです早速開けていきますえー、っとね、僕もこの製品は数ある Bluetooth の中でもお初にあ見るタイプですね、えー、色は白とブラックの2色ありますねブラックはこんな感じではい、えー。簡単に言うとですねこれがまあ えっと、車のシガーライターに、えー、突っ込む方のチャージャーになるということですね。チャージャーとこれを差し込んで待機すると。かかってきた、スマホにかかってきた電話をこれで、えー、着信して、えー、運転中に、えー、片耳に入れると通話ができるようになるという優れものですね。はい。えー、そういったわけで、まあ、装着しててもいいということですよ。最初から片耳に。はい。そういったわけで本気見ていきます。 はい、えー、こういった変わった形をしておりますね。ここに、えー、こっちが、まあ、お焼きの分で、えー、シガレライターがこうありますと、こう入れまして、こういう状態で、えー、置いとくということですね。えー、さらに、えー、こちらのイヤホンの部分ですね、受信機の部分を、 ここに差し込んで充電して、えー、走行するということピッとしたら飛び出してきますんでそれを片耳に入れるだけの操作ですねまた充電しとけばですねこれは耳に、えー、つけておいてもいいといった具合で、えー、電話がかかってきた時に内蔵マイクがここにありますね、えー、内蔵マイクがはい、えー、ここについてますよね マイクと、はいえー、こういう風になっておりますので、えー、十分聞こえるここはマイクロフォンです、はいえー、各種設定のボタンが一番上についておりますねでこれイヤーパッドイヤーパッドもね、えー、ここの箱の中に、えー、自分の耳に合ったサイズのパッドが入っております えー、それで、えー、ここに,着信ここに、ねえー、LED で各種表示されますので分かりやすい LED で大変便利かと思います、えー、ちょっとやってみますねここに USB の充電用の便利な、はいえー、ポートが一つ給電用ポートが一つありますねこんな感じの画期的な新しいデザインの、えー、Bluetooth イヤホンですね えー、カーチャージで 5V2.1A、急速充電ですよね、おまけに。ノイズリダクション、小型軽量ということで、えー、この大きさだけ小さくてね、非常に Bluetooth の4.0のイヤホンを使ってますんでね、えー、カーチャージとの組み合わせで最高にいいですね、おしゃれです。はいえーまあ、車を運転している時に、ね、スマホで おこう、耳に当てながらね、えー、走行している人がありますよね。あれ、大変危ないんでね。えー、これだとね、スマートに、えー、運転することが出る、できます。Bluetooth で簡単に接続することが出る。えー、休止状態からね、取り出して簡単に電話を出られ、電話に出ることができます。で、電話も接続、切断も一回押すと、切断できますし、えー、最大約50時間、 スタンバイ時持ちます。通話時が約2時間ですね、えー。連続使用時間は、通話時間は約2時間。この大きさですからね。えー、音楽の再生とかは1.5時間ということに、えー、カタログ値はなっております。はい。まあ、常に耳につけておくとね、待機時間の50時間、まあ、50時間あるんでね、大丈夫ですけどね、車の運転はそんな50時間もなかなかしませんので、はい。 えー、そういったわけで、これをちょっと装着してます、ここに。はい。入れてみますね。はい。えー、こういう感じですね。はい。こういう感じで、きれいに収まりますね。はい。えー、ここもも、もちろん LED で、えー、点灯します。えー、はい、えー。こう飛び出すと点灯しますね。充電してて、はい。えー、もしも充電してて、電話とかかかってきたら、これですね。はい。えー、これで、はい。点滅モードが始まりました。 綺麗、はいえー、ですよね、はい、こんな感じでこちらが受信機側のイヤホンということになりますで、えー、ここで、えー、充電してカーシガーライターに突っ込んだ状態でこんな感じでまあね、えー、車の中の専用のものですけど、まあ、あまあ充電器さえね、えー、車でこれさえ充電すればあ外の使用もできると。 他かの街でもビジネスでも、まあ、充電の仕方はは、ね、これになりますけど、まあ、充電さえしとけば、ねえー、別の使い方ができるといった優れものですね、はい、こういったわけで、えー、Bluetooth ストア JP さんからいただきました色は2色アマゾンで3288円で、えー、現在セール品で売っております、えー、プライム員の方はね 送料は無料ということに今現在、えー、なっておりますのでまあ気になる方は参考に、えー、見てみてはいかがでしょうか URL を貼っておきますそういったわけで画期的な、うん、デザインで、えー、操作性がいい、えー、Bluetooth ストア JP さんからあ提供いただきましたワイヤレスイヤホン 2-in-1Bluetooth イヤホン USB カーチャージャー 片耳タイプの5ボトル2.1アンペア出力急速充電、ノイズリダクション小型軽量マイク内蔵ホワイトのご紹介でした。ではまた良い商品があったらレビューしたいと思います。ではまたです。よろしくです。さようなら。